エントリー33台朝のプレクオリファイからスタートします。ニューチームのジョーダン・フォード、アンドレア・デ・チェザリスとベルトラン・ガショーです。新チームのジョーダンですけれども、予想通り開幕戦からスタッフの動きが非常に良かったですね。チェザリス、ガショー2人揃ってタイムをリードしていたんですけれども、このチェザリスはオーバーレム、エンジン破損でガショー1台のみクリアしました。こちらもニューチームです。モデナ・ランボルギーニ、昨年グラースというメキシコのチームで旗揚げを狙っていたんですが、今年新体制のモデナ・ランボルギーニでスタートです。ちょっとクラシックな感じのするマシン作りが特徴ですね。ニコラ・ラリーニは3位で通過。 F3000 からステップアップ、エリック・ヴァンデポール。1台エントリーの頃には新人のペドロ・シャベスのドライブです。最も F3000 に近い F1 クローニですけれども、通りませんでした。そしてプレコー以来堂々のワンツー通過は JJ レトとエマニュエル・ピロ、ダラーラ・ジャッドです。よく頑張りましたけれども、このジャッド V10 は最も安い V10 エンジンですね。トレンドをきっちり抑えたニューダラーラ・シャシー、まとまりは昨年よりはるかにいいですね。この4人が PQ 落ちです。意外なのはグルイヤールでした。